ありがとうございます。どうぞ。さてバージョン 1.2、 まず1投目はノームのアラクノホビアホイル。これは何をお狙い、あ、フェリア光ってるやんめっちゃ欲しそうな人いますよ。さて、おー、キュービーの横や、これ欲しい。そうですね、トリコンの光ってるやつが欲しい、欲しいやつですよね。さて、アクティス、マネキーニャと聖なる領域がホイル。さてさて、なかなかいい流れなのかな。デスティニーコントロール光ってほしい。さて半分、ビッグターン、リンネ転生でサイクロップに入がついてる。あ、なるほど、サブカマンですね。さて半分超えてヤマタノオロチ、残り4回。あ、どうぞどうぞ。おお、来ました、マネキーニャ。のあ、早いよ、メフィスト、メフィストですね。イナバウサギも光ってるよ。ただ石が溜まって溜まって残り2回。なんかデスニーコントロールよく出るな愛されている。さあジングフリードホイル。さてラストノーモーション。あ、センターポジションが光った。光ってる人はちょっと欲しいかな。先方時ありがとうございます。さて続きまして1番の方、はい、ありがとうございます。さて何をバージョン 1.2 の SR がない。あ、メインの部分が1枚足りないということで部分狙いいきましょう。まずは1投目よ、シルフ。もうパピオンガールが所持制限オーバーするぐらいには回っている。さて2投目、リンネ先生。そうですね、だがここに来た、おっ、バブレスか、お前かって感じの。さて3投目、直天使の片翼。アクティスちゃんかマネキーニャは出てほしいですね。4投目、サイクロップに入がついて、ウンディーネ。自分のペースで大丈夫ですよ。さて半分、お、フランブラン光った、フランブラン光ってる。バージョン 1.2 です。あのベルゼブブとか出てくるやつ、住人の丘が光ってます。さてノーム、残り4回。なかなかマネキーニャアクティス出てきてくれません。さて3回になった。登録が光ってるが、反撃の漏洩、ドラゴンゾンビ。さてラスト2回、何か来てくれ。直天使の方よく、さてラスト、どうもさん、うさん何それSR の自覚がない S さんのありがとうございます、ありがとうございます。さて何をましょう。バージョン 1.2 の EX、 これは何をお狙いですか。カンナとファンガスガール、カンナファンガスガール、なんかファンガスガールトレードでもいけそうな気しますけど、とりあえずカンナですね。光の福音、女神の歌。そうですね、本日まだ S、 あ、 SR 先、スサノオ出たからアクティス、初アクティス。おお、光ってる。カンナ来てる。ソードダンサーと死人召喚と国営王の巨人。さてなんかいろいろ光ってるぞ。3回目、整理整頓。おお、なんか今日こいつこのターミナルなんかおかしいぞ。演出が効率中ですね。なんかポンポン出ますね。さて、おお、揃った。え、3枚目ですか。あ、おめでとうございます。よかったよかった。どうしましょう、どうしましょう。いきますね、ハンガスガール狙いかな。うわー、めっちゃ光ってる、瞳光ってる、赤風殺光って、黄金鳥光ってる。さてボーナス、いや塩のとくり、いやー無機質なやつがね、あいつは形は可愛いんですけど。さて半分過ぎて6投目、
キューボーン、エンゼルビルダーにニューがついてる、サマーバケーション。さてファンガスガールがなかなか来ないぞ。来た、いいですね。絶対者のリ、断りって読むのかな。ファンガスガールがニュー、ニューですね。さて残り2枚のファンガスガールが欲しいところ。あ、2枚目出た。いいですね、いいですね、非常に良いですね。迷う。お、あ、そうですね、いい選択肢。ティターニアをバッチリ引き当てて、瞳が多分3枚揃ってる。ファンガスが欲しいな。力の暴走、赤と青の封殺。さて残り4回。あ、出た、デクセンのエース、バッチリバッチリですね、いいですね。さて最後どうしましょう。 1.2x。 お、起きても3枚目かな、多分3枚以上ありますね。拒絶する世界と共盗賊の手と、しっかり使えるカード。ありがとうございます、バッチリ揃いましたね。ありがとうございます。さて行きましょう、バージョンの 1.2。 SR4 枚持ってる、ベルゼブブですか。ベルゼブブですね。もうこの質問僕今まで何回したんでしょうかね。本当に 1.2 といえばもうベルゼブブ。何枚目が欲しい感じですか。あと2枚。あーっと、あー SR、 アマテラス、かわいいよ、いいよ、ニューですね、ニューです、ニューです、ありです。そんなに、そんな残念な顔しちゃいけません。さて残り7回、デスティニーコントロール、今日よく出るな。お、一気に石が溜まった。あっ、一時代なら、昔なら、超初期なら。さて残り6回、ファンシーワールドが光って VR はドラゴンゾンビ。さてここで半分、いいよ。食天使の片役、エラーライン光ってますね。マニアック、こいつ結構いいですよね。エラーランホイール4枚目と、エラーランマニアの方はもうちょっと来てください。エラーラン僕結構好きなんで。さてブラックホール、アクティスかマネキーニャ、もう1回来てほしいな。残り4回。ウンティーネにニューがついてる、監禁所が光って。さて残り3回、まだ本日ベルゼブブは出ておりません。ヤマタナロチ、ストラグラー、石が1個ついて、残り2回、来ましたね、期待したい。あー、アクティス。さて VR はメフィストラスト、来ないか、ウサラマンドラ、ありがとうございます。あ、トランプだけ、ありがとうございます。見ていきましょう、バージョン 1.2、 ベルゼブブです、ベルゼブブですね、ブブですね。さて行きましょう、まず1投目、開幕はブラックホール、強力なブラックホール。さて2回目、あー来た、1の6分の1。うわー、世界創生、創生、まあアザゼル弱体化で相対的に強くなったかなと僕は思っております。世界創生全然あるんじゃないかと。さて3回目、よっ、サラマンドラ、おっと下半分は所持制限オーバー、 RP が増える増える。4投目、リカちゃん光ってる、食天使の片翼が VR。 さてここで1位が揃って、アルケニブ、わからない、いつかめちゃめちゃ強くなるかもしれません。さて半分、アザゼル、おわー、もったいない、もったいない、もったいない、アザゼル。さて半分過ぎて、おお、クイックターン、いや、そんな叫ぶとこじゃないですね。そう、さて残り4投、来ました、アクティス、うん、でいいね。さて残り3回、あっと、いいしかない、ヘブンガイドと機関あいつお尻って呼ばれてんのさて残り2回、アクティス、今度こそ、今度こそ、あー、
無能、もったいねー、もったいない、もったいないよ。ラスト以下のカードを出しました。少ないシルフ購入するとありがとうございます。大量の RP が、ありがとうございます。どうぞ。さてバージョン 1.2 ホイールの SR の余り、アザゼル、カイマカザゼル、できたらホイールが欲しいということで。さてドラゴンゾンビ、そうですね、結構無欲な時の方がよく出るイメージがあるんですが、ぼんやりと回ってる時ほど。さてデスティニーコントロール、ツインロックが光っているが、トリコン、トリコンのお兄さんはツインロックどうなんだろう。マネキンが来た、来ました。1/6。おー出た、ほんまに出た、ほんまに出た、おめでとうございます。あーマーヤやもんこれあの間はマーヤやもん。もうトクトミオ怖すぎる。いやーわースタロー羨ましい。ありですね、非常にありですね。ここで石が溜まってこの流れは怖いぞ。おーダックン来た、ダックン来ましたね。完全に来てる、完全に来てます。この流れ、流れが完全に来ている。さて輪廻転生が落ち着かせてくれる。残り3回、輪廻転生冷静になれと2回連続出てくる。さてラスト2回、サラマンドラ、ボジャノーイニューで千ボジ星ついて、さてラスト、あーゴルム光ってる、いいな、いいな、いいですね、いいところのホイールが出た感じですね。あとベルゼルフが何より本当におめでとうございます、ありがとうございます。ちょっと面倒くさいんですけど申し訳ないです、ありがとうございます。さてどうしましょう。カードバージョンを選択してください。バージョン 1.2EX 何狙いですか。ハンナと、あスペリオルドラゴンですね。僕も2枚しかないのでスペリオルドラゴンは引かないといけないんですけど、ハンナスペリオルドラゴン狙いということで、まず黄色の封殺とサンエレファント、歴戦の絵師、サンエレファントも3枚持ってて嬉しいカードですね。さて2投目、マネキニャ1の、はい、おーティターニアはマニアがいるんじゃないだろうかマニアがいるんじゃないだろうか。こいつね、DD6000 になったら絶対使うんですけどね、ちょっと強すぎるかな。あお、あカンナ出ましたね、いいですね。黒煙侵食瞳も入。さて4投目、スペリオルがしっかり出ている、いいですいいです。天剣の蓋、癖の聖騎士も。さて半分、ここで5投目、液戦の勇士、整理整頓と緑のヘリア、半分過ぎて6投目、おおマネキンニャがよく出る。今度こそ期待したい。ザックザ来ましたね、来ましたね。どっちが出るのか。おー光ってる、光りましたね。伝説の技術師ホイール、どっちかっていうとやっぱ技術師の方が使えるかなと、使えるデッキは多いのかなと思う。ユーベルヘルメス、非常にマニアックだ。どっかで初号機って呼ばれてるのは聞いたことがあるんですけど。さて残り3回、ティタニア、ティタニア、スペリオルとカンナが欲しい。ラスト3回、うわめっちゃ出るマネキーニャ、ね、ここでわーうわうわなんか光ってる。サマーバケーションになったチョキチョキちゃんが光ってますね。さてラスト2回、相続の、おかな、これで3枚ですか、2枚、あと1枚、ラストドラゴンでもいいから黄色いの、うん、ムキムキ悲しみのエッジェルビルダー、トレードあれば、あとでまずトレードを配るんで、カンナ余ってる方多分いらっしゃると思うんで、
ありがとうございます。では次7番目のお客様、はい、あ、大丈夫ですよ。ジョーカーは判定ということで、さてどうしましょう。ガチャ勢、なんかガチャを引くのが楽しくてこのゲームをやってはるそうです。てか ガチャしか引いてないそうです。 1.1 狙い、おー、プリティベル光ってるよ。4枚目いいですね。一応鬼かわいい。もう目的がちょっとよくわからないレベルにな、あ、デビルイナも光ってる、いいですね、いいですね。ここで石が溜まったよ。ライトステップ、ちょっと生まれてくるのが遅かった感じがする、このフォイル。さて3回目、ほんまやな、これ全え、逃げもったいな、逃げもったいな、もったいな、もったいな。さて4投目マネキーニャだが、ザク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 。さてよ、さて、さて、ヒミコかわいいんで OK です、ヒミコは。さて5投目、さあ連続マネキーニャ、これがガチガチャ勢の実力。ザックザックから1の2の、バッチリマーヤー、マーヤーいりますっていうか、あ、トレードの種にするマーヤーね、なるほど、それの先を引いた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、愚問ですね。6投目もう全部所持制限オーバー。あ、なぎもったいない、1枚持ってないね俺。あ、まですか。まあとりあえず6投目全部 RP ということで、7投目、この調子でいくと全部 RP 行きたいぞ。あー、ニケがまた RP の海に消えていく。ボーナスが欲しいところ、ダークネスが光ってますね。ダークネスって何やったっけ。なるほど、これボーナスカード、歯です、歯ですか、歯です。なんかよく出るんですよね、歯です。シシャモンフェリアルあたり。さてラスト2回、もう RP を貯めていく、わけがわからない。さてラスト、いやつも RP、 なるほどですね、ガチガチャ勢ですね。ありがとうございます。さてバージョン 1.2、 これはベルゼブブです。おーおー、光ってる光ってる、百花繚乱天戦協定クイックダウンといきなり3枚光っている。1投目ストーム、ドリルホエールに石がついている、クイックターン。さて3投目、あ、エメルダが光りましたね、なかなかいいフォイル、かわいい、かわいいな。さて4投目、そろそろ誰か来てほしいところ、瞳が光っている。 VR は直線地の片翼。さて 5回目、あー、反撃のローエン、直天使の片翼がまた出た。ここでボーナスタイムよ、うん、移動要塞、あ、はい、そうですね、ありましたね、そんなカード。さて6投目、なんかこい人の子、ここで一気に石が2個溜まりました。さあ3回、よ、大いなる世界、なんか来てほしいな、なんか来てほしいですね。アクティス、マネキーニャ、マーヤでもいいよ。狂気の黒騎士ホイル、さてラスト2回、あー、サイクロプスが光っているぞ。ラスト、なんか結構しかない、ブラックホール、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます。さて行きましょう。バージョン 1.2、 おっとアクティス出てるやん。さてドラゴンゾンビ、今日のアクティスは
ちょっと仕事ができない子ですね。さて、2投目。以下のカードをゲットしました。セラフウィング、なかなかマニアックなカードがホイールになっている。石がたまりそうだぞ。さて、3投目。食天使の片翼、石がこれでたまったボーナスタイム。よっ、おっと、初めて見たぞ、このカード。いや見たことあると思う。あ、そうなの。アクティス、今度こそ頑張ってくれ。ヤマトナロチ、さっきドラゴンゾンビからのヤマトナロチ。いや、マネキーニャですね。やっぱりマネキーニャしか信用できない。だってブラックホールに竜がついてるぞ。ブラックホールはその地獄の、ブラックホール地獄がやってくるんでね。さて、6投目、窓引き光ってるぞ。メフィストが VR、 残り4回。よっ、ウディネ、石が一気に3つ溜まって、ラスト3回。あ、12のが光ってる。 VR は人の号、ローがいいですね。ホーリードラゴン、セラフウィングと。さて、ラスト2回、 SR 出て、クイックターン。今日3回目ぐらいですね、僕言ってんの。ホイールクイックターン。さて、ラスト、まだですよ。来ましたよ。早いわ。あ、ノームえ、ありでしょ。あ、でもナイトメアシープ光ってるし。機関って誰か欲しがってる人いませんでしたっけ。トレードで、なんかね、誰か欲しがってる人いそうっていうか、とりあえずトレード用紙にいらなかったら書いてあげたら誰か幸せになるかもしれない。はい、どうも、最後の一発やりましたね。続きまして、1番の札をお持ちの方。はい、ありがとうございます。購入するパックを選択してください。以下のカードをゲットしました。購入するパックを選択してください。さて、バージョン 1.2 の EX、 2投目、スペリオルドラゴン、デューポン、VR。 あ、石飛ばれましたね。トールリーパー、トールリーパーいらない。さて、3投目、よいしょ、カンナ、いいよ。エンジェルビルダーにニューがついて、祈りのホイールが欲しいということで、起きた、テクノス、ホイールはなし。ここで半分よ、レクセンの石、あれですね、レクセンの石の強さに最近僕気づきました。あ、招きに来た、ザクザク SR。 さて、どっちや、 SR はいらんと。いや、いいですよ、伝説の術師5枚目、それはいらんから。あ、エターナルシャインと死の消滅空間でいいかな。光りました。さて、ここで残り3回となりました。アクティス、おわっと、おお、仕事してる。ちょっと空気読めないですね、アクティスちゃん。今日のアクティスがなんかあんまり仕事ができない。伝説の記述師にエンジェルビルダー2枚とラスト3回。あ、まえ、何これ。あ、通信タグですね。ちょっとびっくりさせないでください。偏見の起きたと。購入するタッグを選択して、ラスト2回、以下のカードをゲットしました。祈りが、あ、え、サンエファンと光ってる。獣珍獣を光らせたい人いませんかね。ラスト、以下のカードをゲットしました。偏見の起きた。購入するタッグ、伝説の金として2枚出てますからね。ちゃんと、え、それ2枚出てますからね。はい、どうぞ。さて、1.2 の、あ、どう、 1.1EX にもう魔法石を狙いたい感じですね。あと何枚ですか、ラスト。さて、さて、お、ポイズン狙い、まず開幕光ってますね。幸先がいい感じで。そう、こないだ僕も魔法石3枚目ようやく引き当てたんで、ちょっと一緒に卒業しましょう。早打ち勝負光ってるぞ、いいですね。早打ちのホイールは僕欲しいですね。非常に緑を使いたくなるこのホイール。さて、3投目、以下のカードをゲットしました。ストームバスターか、一気当選の人気。竜の態度、サラマンドラ、雨の爪。4投目、以下のカードをゲットしました。レイニーフレーム、お、ポイズンディナーがとうとう所持制限をオーバーした。ここでボーナスカード、ここに期待したい。
おリリム、おリリム、あイラスト、えイラストチェンジありましたっけ、リリムって。あるかあるか、ありますね、イラチェンジあるわ、あるわあるわ、そうやそうや。さて5回目、アルテミスが所持制限オーバー、 RP の海に消えていくアルテミス。これはもうね、魔法石3枚目を狙うあたりからアルテミスが消えていくんですよね。一騎当選の人気はまだ生き残ってますね。さて残り4回、マネキンが出てくれ。黄昏の奇術師がホイール、信玄、魔晶信玄、ラスト3回、演出がない、もう1回信玄です。ラスト2回となりました。自分のペースで大丈夫ですよ、ガンガンいく。奇術師ホイール、レイニーフレーム、さてラスト、購入するパックを選択してください。以下のカードを選択してください。レイニーフレーム、魔法石が遠い、ほんと魔法石遠いですよね。なんであんなに出ないのか、なんであんなに出ないのか。ありがとうございます。どうぞ。さて舞い戻っていきました。ガチガチャ勢のバージョン 1.1。さて行きましょう、開幕マネキーニャ引いてくる、もう SR 確定している。なんかもうって感じですね、このマーヤが出ましたね。なんかもうため息出そうな、まあ、全部 RP で、いやーニケが知らなくてよかった。さて2投目、うわーネビロスが RP の海に消えていく、やばいぜ。いやあ、乾杯で光ってる、レブ、あこれちゃんと録画してる。あかん、自然にマーヤ SR であることすら忘れたマーヤ。さて赤の魔導書が出ました。まだ半分いってません、まだ半分いってません。玉璽も RP へ、玉璽9枚。さてラスト4回、あー悲しみのニケが RP へ、そこでボーナスカード、ここが注目したいですね。タックル、はい。さて残り4回、よケルピーも RP へ。でこれ前はもう2枚出てますからね、ここは一旦引いて EX にフルコンプリートしてますよ。黄昏の技術師ホイル、魔法石はもう全部、あと1枚、お魔法石が意外と出ていない。さて残り2回、溝が光って魔法石も3枚集めたいところ。タウ、タウと出ました 1.1。 何がちゃうんか僕には全く分かりません。さてラスト、ネビロス RPA 類までなる者がホイル、いやもう別世界へ突っ込んでいってる感じがしますね。新鉄拳石、いやもう鉄拳の話はいいです。はい、あそうなんか、鉄拳覇王が来て新鉄拳神なん、はい、なるほど、スススススさんが鉄拳に詳しかったっていう、白弾ですね鉄拳。さてあーと開幕カパエルマコホイルと、これはこれはまだバージョン 1.1 いっちゃいます。玉璽魔導書が光って、さてボーナスカード怖いぞ、おお巧妙、似てない前やったらって感じですねほんまに。さて3投目、マコ光った、マコそろそろいいですよ。さてアクティスが左下にちっちゃく、おデスクラム光ってるよ、すごく良い、すごく良い、キルイルっていうのが変わるんですかね。さて半分、ニケが、これがちょっと心が痛くて僕はどうしていいかわからないですけど、ニケが RP に消えていく映像見たくない。さて残り4回、アクティス出てニケが、アクティス出て死んでいく、このニケ大量虐殺、あーやめてくれやめてくれ、あー開幕だ、うわーマーヤ、マーヤめっちゃ出てますね今
以下のカードをゲットしました。めっちゃ出てますね、ほんまに。類まれなる指揮者ホイール。マーヤでなんかデッキ作りましょうよ。さて、いいやつ。あ、ボーナスカード石が今日はいっぱい溜まります。あれ5秒2枚目。さて、ラスト。以下のカードをゲットしました。お、ブローアップダクテイマー。あー、悲しみの2系ダクテイマー、いいですね。ブローアップの使うわ。あ、もう揃ってる。そうなの。購入するあー、2系が心が痛いわ。ありがとうございます。では、どうぞどうぞ。購入するパックを選択してください。そう、バージョン 1.2EX。 開幕は緑封殺で、何狙いですか。何もぼんやりとしたやつ、一番怖いやつですね。無欲な時が強い。さて、ボーナスカード。ハッピーキャット、可愛いけどって感じですね。ちゃんとね、これは変えて出ましたね。このちょっと引いてガンガン変えていくやっ鉄砲。ちゃんとね、バージョン 1.2 攻めていく。アクティス、アクティスは今日は仕事をしない。その後購入するパックをカードバージョン戻って 1.1EX にそれ全体の感覚をつかみながらレイニーフレーム。購入するパックを選択してください。カードバージョンを選択してください。戻って購入するパックを選択してください。 1.1 の1の1。さてどうなる。アレキサンダー独特の引き方、残り4回どうする。あ、マネキナン、ここで引き当てた。あ、早い。ブレイブドラゴンのホイール強いけど、どうなんでしょうか。これは巨兵さんが使うのかどうかわからないですけど、ブレイブドラゴンホイール欲しい人はいそう。さて 1.1 に行って、ラストさんが行くよ。ケルピー、たまにケルピーが VR だったことを忘れますね。さてラスト2回、あ、マネキンにはバッチリ引いてくる。1の、おっと、エサル引いていこうか。そっちか、可愛いんで OK です。引いていこう。もうちょっと強くなってほしいですね。なんかマジですか。購入するパックをカードバージョンを選択してください。さてラスト、購入するパックは 1.2 の EX。 カンナで締めと。位置が溜まるか。あと1個。購入するパックカードバージョンを選択。ありがとうございます。カードを選択してください。ありがとうございます。さてバージョンは1.1EX に魔法石最後の1枚ですよね。さて行きましょう。まずは1投目信玄。さてまず一発目は信玄からのボーナスカードと、おっとベリアル、なんかよく出るこのホイールベリアル、結構かっこいいんで使ってみるとね、なんか獣のうめき声みたいな出してくれるんでなかなかいいですけど。さて2投目はレイニーフレームの VR。 VR がレイニーフレーム。3投目、もう一度レイニーフレーム。見習いシーフが石を1個持ってきてくれた。 RP がもりもり増えていく。さてアクティスかマネキーニャが欲しい、というかマネキーニャが欲しいですね。真剣締結的に石が1個ついて、白き調和は所持制限オーバー。さて5回目、以下のカードをゲットしよ。一等の実機。さて半分過ぎた。購入するパックを選択してください。で欲しいところ、早打ち勝負。ホイール真剣が刺さり出てくる。購入するパックを選択してください。さて残り4回、以下のカードをゲットしました。レニーフレーム、レイニーフレームと真剣の海、自分のペースで大丈夫ですよ。購入するパックを選択してください。ちょっと一呼吸置いて、いくにゃん。いいですね、今の乱数調整ですね。さてマネキンじゃん、お願い。やったー、よかった、以下のカードを選択してください。よかった、今の一呼吸でもう完全に調整されましたね。おめでとうございます。本当よかった、よかった。そうしましょう、ラスト2回。購入するパックを選択して6回でも大丈夫ですよ、一応6回でも大丈夫。
さて 1.2 の EX は SR 狙いですか。もうなんかとりあえずなんとなくぼんやりと。さて1枚100円引きで、あと2個石を貯めてボーナスカード見たいですね。アームズドラゴンがね最近強いんじゃないかと僕思っているんですけど、どうなんでしょうか。とりあえず今イベントで使ってみてるんですけど、あいつなかなか仕事をする。最後育成の聖騎士ナビ教官封殺の煉獄炎と、ありがとうございます。よかったです。よかったよかった本当よかった。ありがとうございます。さてバージョン 1.2おっと、マネキーニャ SR ザクザク。あ、VR ホイールっていうのがあるか。側転時の片翼ホイールという、このなんとも僕が使いたい感じは出てるんですが、インターセプトのホイールはグラフィックが出ないんでね、ちょっとかな。側転時の片翼がもう一回出てくる。首をかしげているが、ボーナスカードはジークフリーとか。ジークはまあ今日縛かれたんでね、ジークに。おっと、マネキンには今度こそはという感じ。よし、出たる。あーっと、出たよ、出ましたよ、この赤いハエ。これ何枚目ですか。あ、3枚。あ、揃った、よかった、揃った、よかった。いや、ベルゼブブ卒業おめでとうございます。あと7回ありますよ、どうしましょう。魔法石、あれ魔法石揃ってなかったでしょ。あー、トレード用、なんとブルジョアナトレード用に行くという。まあ、そうですね。あ、はい、この無欲な時ほど出やすいマネキンや。と毎回武蔵おじさん、竹蔵じゃないよ、武蔵や。あ、まだ2枚目なんですか。じゃあ3枚とりあえず、とりあえず3枚いるかわからないですけど、ないならある方が、魔法石の方がまあ嬉しいですね。残り4回、アルテミス。まだ所持制限オーバーにはな、あ、ガンスネークがオーバーしてるわ。さてラスト3回、石2個でボーナスカードとなりますが、ストームバスターヘラクレスが光っている。ラスト2回、どうだ、ヒント性の実機、ここでボーナスカード溜まりました。期待しよう。おっと、キャットムル、なんか絶妙なとこ来ましたね。キャットムルか、今イベントで使ってるんですけど、結構たまに使えるんじゃないかな。ただラストは真剣 VR の。ありがとうございます。さて4番の札を持ちの方、はい、さてバージョン 1.2 食天使の片翼が出てまいりましたが、具体的に何がホイール、何のデステニーの、もうデステニー意外と揃ったんですか。機関とかツインロックとかってもう揃っとる。祈り、デステニーと祈り、ホイール。さてマネキニーニャ SR、 世界創生はありじゃないですか。入らないですか。あ、もう持っとる。あ、はい、愚問でしたね。さて半分、デステニーコントロールのホイールが欲しいということですか。ボーナスカード、ブーンセイバー、おっと、結構使えそう。ちょっとデステニーコントロールのホイールって見たことないですね、よく考えると。残り4回、サクリファイスサモンが光ってるぞ。ラスト3回、いいよ、ブラックホール。デスティニーのマネキーニャ、マネキーニャで VR のホイールは出るのか。ちょっと行き過ぎてる。あと主張する世界創生、
そんなにいいよ。購入するパッケージ。さてラスト。来ましたね。こうアークティスか。アークティスですね。シャイニングアローはちょっと違うか。購入するパッケージ。カードバージョンにしてね。デスティニーホイールはベルゼより遠い気がしますね。ありがとうございます。さてバージョン 1.2 よいしょ。まず一発目アクティスが来ましたが、よいしょ。サラマンドラ、ロキがニュート。タクティクスエンド、これはまた、これはまたマニアックなカードが。さて2投目いきましょう。はい、一度サラマンドラ、やっぱ赤い SR 狙いでですね。グループオペレーションのホイールと VR はウンディネ。さて4投目、その後ブレイブソウルに死がついている。5投目、あ、セインフレーム光った、いいですね。 VR はデスティニーコントロール、非常に使えるカードが光っている。さて6投目は、お SR だぞお前は。ポセイドンさんがひっそりと、そんなことって、特選手の方よく、いやポセイドン SR ですよ。ラスト3回となりました。うーん、ね、そんな感じでベルゼブブが出てきてほしいところ。ラスト2回、アーミアンで光ってる。さてリンネ転生、石が一気に溜まって、ラスト石溜まるかなっていうところ。よいしょ、アーミアンともう一枚光った。サラマンドラ、キジムナに石がついてる。どうなる、ボーナスカードをゲットしました。ハデスかですね。3枚目ホイールハデス、3枚目、3枚入れたいときに全部ね揃いますね。なるほど、ありがとうございます。じゃあこれでいきましょう。ごめんなさい、ちょっと僕の説明が不足でした。さてさて、バージョンの 1.2 ですね、見ていきましょう。石が9個玉、これ何狙いですか。ベルゼ、マネキンには来てますよ。ゴアッと SR 世界創生、本日4枚目かな、確かよく創生したがっている今日ですね。エリアが石を持ってきてくれた。タイムブレイク、なかなか絶妙なところ。メフィスとミノタンク、ストラグラー、タロンとドリルホエル。さて4回目、もう大カンパ光ってる。 VR は人の号、一気に石が3つ溜まって、ここで半分。メフィスとマネキーニャ出てほしいな。6投目、どうだ、大いなる世界、アーミーアントにニューがついている。さてキジムナーが1個持ってきて、残りが4回と。メフィスト、なんかよく出るな、メフィスト出すぎちゃうかな。なんという自殺推奨メフィスト。さてシルフ、ラスト2回、直線手の片翼、ここでストラグラーが1を2個持ってきてくれたので、ボーナスカードよっ。なんかハデス今日めっちゃ出るな。やっぱ泡ダックも今日出たんでね。さてラストアクティスが持ってきたのはサラマンドラとベルゼブブ。あと何枚ですか。まだ1枚もない、遠いですね。おお、頑張りましょう。僕も持ってないんで頑張りましょう。ありがとうございます、ありがとうございます。さて J1 の本日のトップランカーリプレイに乗っているモンディアルさん、負け動画らしいんでみんな見ましょう、みんな見てあげましょう。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょう。なんかみんな欲しいカードありますって、なんか欲しいカードないから。ベルゼですか、ベルゼですか、歴戦のホイール、なるほど。
歴戦ホイール、僕スサノオ、出るぜ。スサノオ出ます、マジで横から来たぞ。なんかあと細かいカードでもみんな欲しいからないですか。まあベルゼ出たらみんな喜ぶんちゃいます。歴戦ホイールとベルゼぐらい。あ、歴戦ホイール遠いなあとデスティニーコントロールのホイール、デスティニーコントロールのホイール、デスティニー、わーっと違うぞ、ノーマルやぞ。購入するカップを選択してください。さて2投目マネキンが来た。これが無欲の強さ。おー、でーおじいちゃん2発目でバッチリポセイドンを引き当てていく。3投目、あ、もう即制限オーバーですね。さて4投目、あ、12の方がいいですね、光ってます、いいですね。さて5回目が何投目はシープが光って、火器元気も光ってる。シープ、はい。アダゼルが VR で半分過ぎました。あ、デスティニーコントロールが半分になった。ただ一気に石が3溜まって。リンネ先生。石がちょっとずつ増えていくぞ。さて、ラスト3回。アダゼル。ラスト2回。デスティニーコントロールか。スサノオか、デルデブブ、いや、頼むち、ちょっと違うわ。リベリオンの盾光りましたけど、まあないか。コットン、なんかトリコンの人がオイル集めてはるんですよ。大いなる世界か。この心優しい J1 のね、モジアルさん、ありがとうございました。ありがとうございます。